で、マバンダレット8にいさ。どうも皆さん、あ、こんにちえは。お食事終わってみんなお座りしてください。眠りしたいんじゃないですか。台湾ではね、昼寝の、習慣がありますけど、皆さんどう？ないよ、聞いたよ。大家、台湾人有睡午觉的习惯、请问大家有吗？聞いたことないもん。みんな真面目だから、日本行った時にみんなね、いや、私たち弁当の時間何分だけだと。すぐまで。听都没有听过、我去日本的时候一次都听过都没有听过。まあ今日はね、今日はなるべく軽い話にしましょう。あ、法律今的天ばかりだね。可以的话。退屈になっちゃうから。大家轻松一点讲，轻松一点的课题。私の小さい時の日本と台湾との関係と私が体験したそのあれをちょっと話します。我小的时候，对日本教育，所体验到的，我想今天再大家说明一下。私は昭和7年生まれです。我是昭和7年生的。誰と同じですか？わかりますか？跟谁知道？東京都知事、石原都知事と同じ年齢で。それで今回石原さんがもう最後のその国に対する最後のご奉仕ってね、おっしゃってたから、私それ感動しちゃってね。あ、私も同じ年だから、いや、もうアメリカに20年ばかり住んでいました、20何年後ね。それで私も一応帰ってね、台湾政府でに奉仕して、それで最後のご奉仕にしようと思って帰ってきたんです。今度はだからここに永住します。もう台湾にずっと永住します、死ぬまで。はい。で、まあ、私の小さい時ですよね、もう物心ついた時、その時は 4,5 歳でした。その時は台湾で博覧会がありました、日本の、ね、私3歳の年から言いました、うん、それちょっと覚えていますまだ。そして私の母が女学校卒だったんですよ。昔では珍しくね、女学校卒タブイチ、あ、どうしどうし。ごめんなさい、通訳しないといけないで言うので、だから短く話します。不好意思。私の母が女学校卒でした。我母亲是读到国中就没有再读了。それで、まあ、家も国語家庭でした。家庭也并不是说就是母女家庭。で、私の母が当時ね、小学校と高学校に分かれてました。当時小学跟中学是分開的。で、小学校は日本人が勉強してるところで、小学校ね。それで高学校っていうのが台湾人が勉強するところ。在小的时候是跟日本人一起读的。在高中是跟台湾人一起读。小学是跟日本人一起读的。で、それで私の母が教育受けてるから、今おれば105歳かな、うん、で、その何とかして自分の娘を日本人と一緒に勉強させようと思ったんです。要是说我的妈妈现在还活着的话，应该是快接近200多岁了。她一直希望我跟日本人一起接近，然后跟日本人一起读书。それで 4,5 歳の時から私にあいうえおとか書き書くことは全部教えてくれて、在我4,5歳的时候，他一直叫我平假名跟片假名。それで、ところがその時は台湾人が小学校に入る時は必ず試験しなくちゃいけない。身体検査も、そしてその家庭の状況も全部調査します。在那个时候，如果台湾的小孩子要进学校的话，一定每个人要经过考试，然后身体检查，才可以进到学校去。それでその時、私が口頭試験やらね、必死全部やりますので、それで行った時に十何名行きましたね、15名ぐらい。在那个时候呢，大概有15、16名一起去考那个试。それでみんなその必死試験と口頭試験では全部パスしました。15名とも。在这15名之内，大家都过很成功的考过这个试。ところが身体検査になると、身体検査はもちろん
病気があるかないかは別にしてその何ですか、全部裸にするんですよ、中まで見るんですよね、在那个时候接受身体检查的时候，当然并不是代表说身体有问题就好，是必须把衣服脱得光光的，全身让他身体检查。っていうのは清潔にしてるかまず、ね、厚着してるか。第一，在那个时候是不是，是清洁的、健康的。台湾人っていうのは当時三、今の時期だから4月1日が入学でしょ。だから今の時期やっぱ寒いのよね。でも中に厚着させるんです、普通台湾人は厚着させて、そしてそれを見て、先生が見て、まず清潔であるかどうかを見るわけ。私の母は当時髪の毛きちっと切って、爪もきれいにしてね、そして下着から何からまで真っ白にして来たんですよ、厚着もしないで。だから私はパスしました、ね、それで厚着してる人とかちょっと清潔で不潔な人は全部ダメ。その時厳しかったです。すごい。在那个时候，大概是像这个季节的时候，在四月份。那个时候，因为大家都非常重视这个健康跟重视这个清洁观念哦。所以我妈妈对我特别的比如说把头发剪得非常短，指甲修得非常干净，穿非常新的衣服去上课。それで当時15名行ったのが4名しか合格しなくしませんでした。すごく厳しかった。当时呢，十五名去的时候，身体检查只有十名，通过这个检查。在当时说非常严重的一个，非常严格的一个考试。その後入ってから、やっぱり日本人に差別されましたね。いじめられました。やっぱり同じくいじめがありました。っていうのは、私が台湾人って言うから、あの人台湾人だよ台湾人だよって言うわけね。で大阪から来た友達がね来て、私と仲良くなった時にみんながね、あの人台湾人だから付き合うな付き合うなって言われました。在那个时候呢，我也被日本人欺负过。当然是那位日本人是从大阪来的，一直跟他说，我是外国人，不要跟他一起玩这样子。あの時はね、台湾人はリーヤって呼んでたんですよ。リーヤってね。それで私の名前がこうでしょ。黄色のコウですよね。だからコウさんって呼ぶじゃないですか。そしたら私をいじめてね、ああコウさんしましたってこうやっていじめるんですよ。因为我姓黄哈，然后他们都会用这个名字来欺负我，然后就会说啊，我姓黄，所以投降的这样子。ね、私も勝ち気な方だから負けづらいでしょ。嫌なのよね、こうやっていじめられるのが。なんで私たち台湾人同じ人間じゃないですかって聞くんだけども、いやあんた台湾人だから植民地扱いにしてたわけ。みんながね。それでその後に私もね、勝ち気だからじゃあ成績で勝とうとってね、一生懸命頑張ったんですよ、勉強して。その時はこうあいつ兵じゃなくって、あ、まあ有料かね、成績簿はそうなって有料か、たまにはその30丸とか20丸とか1丸とかね、それでその成績を決めてたわけ。私は卒業前の5年間もう全部3つ丸、全部言う言う言う、 5科目全部言うとったんですよ。そしたら日本人がね、まだ別の目で見てくれましたいじめなくなりました。そこからその点はいいんですよ、日本人は。今のね、シナ人じゃなくてね、シナ人は嫉妬する、人が良くなると足引っ張る、そういうのがよくあります、今の中国人は。その点で日本人はちゃんとはっきりしてますね、自分より成績が良かったらちゃんと尊敬してくれます。それは良かったです。はい。在那个时候，就好像类似现在的甲乙丙丁，但是那个时候我接受教育是，一个圈、两个圈、三个圈连在一起的。那因为我是女生，所以很多日本人会欺负我，但是我的意志性也是很强的，所以我也会反驳他们，会故意在课堂的时候跟他吵架，然后为了保护我自己，因为他们会瞧不起中国人。その後、小学校卒業してから、ことは上学校に入りますよね。で当時は1条2条3条とありました。第1女学校、ね、第1高等女学校、第2高等女学校、それはその2つは全部日本人が勉強してました。そして第3高等女学校が台湾人主に、ね、そうなってたんです。在那个时候有第1第2第3高等学校、第1第2是属于日本的、第3高等学校才是属于台湾的。それで私はまあ負け嫌いだから、じゃあ先生、私は一応ね受験しますって言ったら、
いや、お前は台湾人だからね、あんたのお母さんも三条でしょ、だから三条行けと。それで私は三工場に入ったんです。在那个时候我的意识性是非常强的，很想进到第一去，但是因为老师跟我说，你是台湾人，你妈妈也在第三所的，所以你看你也去第三所好了，不要进第二所。そして入った後は、まあ勉強して1年ぐらいですかね、作法の時間でありますよね、お作法の時間。今ありますか、日本で。ないでしょ。あの時は正座して。ある？ありますよね。うん。それで、で1時間正座させられるんですよ、1時間。うん。もう大変ですよ、終わった後はもう起き上がれない。もう転んでばっかりでね。でも楽しかった、あの時は。うん。で、まあ1年ぐらいは、まあある程度勉強はしましたけど、生物数学とかね、ある程度やりましたけども、で4年生の、そうそう、忘れました、4年生の時に大東亜戦争は起こったんです。私は4年の時、うん、大東亜戦争が起こって、そして5年の時にはもう戦勝してたし、連続的に日本が勝ってましたので、シンガポール陥落の時はね、私たちもね、ゴムマリ作ってもらったんですよ。小学校にいるからゴムマリもらったんで、っていうのはマライシアはゴムの出産でしょ、うん、そこでゴムマリ一つずつ作って、そしてあの小学校の生徒にだけ分けたんです、ね、そしてその後その日なんかはね、もう私たち提灯行列でもう盛んに万歳やってましたよね、みんなで、うん、夜でも提灯つけてね、わあシンガポール陥落だって喜んでました、うん、でまあ、5年6年になって、その時もまだ別に先輩の気配はなかったですよね。で小学校1年入ってからなんかおかしくなってきて、うん、でじゃあもう英語を習う時に英語の先生が来たんですよね。そして1ヶ月か2ヶ月ぐらい習った後に、今度は学校からこれは敵国の言葉だから習うなって言って禁止されました。英語は禁止されちゃう、うん、その後からもう私たち勤労奉仕ですね、動員して学校もそ、ま、負けるその前だからね。ほでもその時はもう雲母萩、ご存知ですか、雲母っていうの、ね、雲母っていうのは断絶材らしいのね、あので電気の飛行機に使う雲母で薄くね、それをこうやって履いてて、だから学校で勉強しないでそればっかり履いてたんです、うん、いかも、それをばっかりやってて、その後はどんどんもう植物がなくなって、食物がなくなってきたから、みんなでそのじゃあこの農家の、ね、お手伝いしなくちゃいけないって言って稲刈り行くんですよ。稲刈りもやって、山に行って今度は落花生、そのピーナッツ植えたり、うん、それで今度は学校では今度なぎなたのやるんですよ。なぎなたの何、今度ね、敵の軍隊が入ってきたらこれでやっつけろとそういうふうに教えられました、うん、玉砕のつもりでやりなさいと、うん、そんなことも教えられました。でその後にもう女学校2年になった時はもう空襲警報、毎日の、ね、B29 が毎日飛んできます、毎日、うん、で今度は私がそのまあ、なんて避難じゃなくて、なんて疎開してたんですよね。みんな都市にいないで、割と田舎の方疎開してたわけで、そこから学校に行くには汽車に乗らなくちゃいけない、ね、で汽車に乗って台北の駅に着いた途端に空襲警報でしょ、いや警戒警報になったから、あじゃあそのまま帰ろうって言ってそのまま帰っちゃう。勉強してません、全然あの時は、うん、本当に勉強してなかった。だから今は私たちの学力ダメなのよ、本当のこと言うと。でそれで戦争を負けた後に、結局はなんていうの、台湾人惨めなんですよね。っていうのは、日本人が負けたがために、私たちも国籍はなくなっただけじゃなくて、ね、言葉も、ね、変えられたんですよ、どんどん、ね、だから今では4種類の言葉を使わないと生活できない環境にいます。だから私たちには精通したことは一つもありませんので、今こんな変な日本語を使いますすみません分かりにくいけど、うんうん、その後にですね、その後に228事件が起こって、ね、っていうのは負けた国がなんで勝った国になったのかと思ってね、おかしく思ってたんだよ、若い時は、ね、
本当に負けたの、なんで戦勝国になったんだろうと、中華民国が来たから。それ中華民国が来たのはマッカサーが読んできたわけね、蒋介石読んできて、お前たち同じ種類の民族だからね、暫時ここであの占領儀式に参加させるわけ、あの誰、蒋介石軍を、うん、でさっきも言ってましたけどもね、その公会堂って中、今の昔公会堂、今は中山堂って言ってますけれども、その会館で儀式あげたんですよ。その時にはちゃんと旗はね、アメリカの国旗とイギリスの国旗と、そしてから中華民国の国旗ね、それが全部あるんですよ、種類、あのロシアのも一緒ね。それなのに蒋介石は私たちに投降したと思ってる、言ってる台湾人にね。で台湾はもともと中、もう何、日本が負けたからね、中華民国に返したっていうふうに教えられた、みんな教育、その洗脳させてね、全部台湾人にね、もう台湾は中華民国に戻ってきたんだから戦勝国だっていうふうに言ったわけ。だからその時私は分からないんですよ、なぜ先輩国がなんでいきなり戦勝国になったかね。それで頭の整理がつかない時に、今度は二二八事件が起こっちゃったね。戦勝国がなんで戦勝国って言いながら同胞を今度は殺し合うのか、それが分からなかったんですよ、おかしくってね。で若いから、あの時若いから何も分からないし、15歳だったから、あの時は、うん、でも確かに見ました、殺されてるの、うん、私の友達一人ね、その兄がただ一人っ子なのよ、男のね。それが台湾大学のなんとか会議、小会議のところ行ってこうやって見て帰ったら、もういきなり消えてなくなった。うちの人が一生懸命探しても探さな、分からないんで、3日後にね、じゃあ屍に取り越えて通知が来た、殺されたんですよ、銃殺で。わけがわからない、どういうあれなのかわからないけど、うん、こんなような死に方たくさんあるんですよ、うん、もっとひどいのはキールンの港で、全部そのインテリの人を引っ張ってきて、ここにほれ針金を通して、手に針金を通して 5,6 名一緒でね、海の中掘りする。そうやって死んだ人たくさんいるんですよ、本当にかわいそう で私がいたところはその隣のところ、汐留、日本にも汐留ってありますよね、汐留っていう都市があって、軍隊が入ってきた時、キルンから軍隊が入ってきた時に、そこに泊まってね、汐留の人の男性を全部呼び出したんです。女はいいから、女と子供は残せとね。そしてそこで全部その男ばっかり並ばして、そこで銃殺、全部それを全部そこをね、あのトンネルの中放り込んだんですよ。私も見ました。すごいですよ、こんなにね、こんなにいじめられたの、本当台湾人ってね、かわいそうだと思いますけどね日本が負けたがためにごめんなさい それからですね、その学校で、学校の教育ね、私はなんで4種類の言葉を使うかっていうと、母親、生まれた台湾人だ、台湾人は台湾語話してるの、家では、ね、だからおばあちゃん、おじいちゃんは台湾語しか話せない、ね、お父さん、お母さんは日本教育受けてるから日本語話せる、うん、で私たちの時代は3種類話せる、今度私の息子の時代は2種類しか話せない、孫の時代はね、もう2種類しか話せないっていうのは、言いたくない、上におじいちゃん、おばあさんに知らせたくない時は日本語話す、ね、そしてお母さん、お父さんに知らせたくない時は中国語話す、ね、それで私たちの同年代だな、でもう嘘はつけないから全部わかってるから、で今度息子たちは日本教育じゃなくて中国の教育だからね、北京語しか話せない、その時は日本語話してわからないね、今度孫と話す時は英語で話さなきゃいけなくなっちゃう、だからもう大変なんですよ、頭の回転ね、このこの言葉をね、こうやってチェンジしなくちゃいけないんで、だからこれでボケなかったのかもしれないけどまあそういうことなの、まあいい点もあるけどね、うん、でそういうことがあって、そして息子が勉強してた時はその台湾語は使っていけないことになってるの、面白いことで、当時もね、戦後私たちが日本の雑誌見てるとそれは禁止、見ちゃいけないということになったの、ね、それは敵国 あの本だから絶対見ちゃいけないと、で子供たちが学校で今度は台湾語をちょっと言っちゃうと罰金、あの時に1000取られるんで、1000か5000取られちゃうの、学校がよ、こんなことやってるんですよ、みんなびっくりするでしょ、ひどいことをやりますよ、中国人はすごい、だからこのそのなんていうの、この教育とその環境がもう嫌なので、もう嫌だから私は全部子供を全部留学させました、2人がアメリカ留学ね、2人が日本留学行かせました、無理やり、うん、っていうのはこんな環境で育ったら変な子になるから
ね、それで生かして、その後にも私はアメリカに移民しました。それでもこの何て言いますかな、この中国人のこの虐殺なこの態度というのはもう大嫌い、また汚いしね、もう変なね文化しか、腐敗した文化ばっかり入ってくるんですよ。でみんなはね、この汚職がないと、汚職しないとこの社会が動かない世界になっちゃったんですよ。ここは台湾は何でも汚職、何でもお金あげないと動かない、そういう社会になっちゃった。だから私もそれが嫌でね、まあにまあ、アメリカ行ってこうやって見たんだけど、アメリカもアメリカでね、個人主義がまた徹底してるし、ね、それにまたあの何、あのあれが多いの、なんていうか弁護士が多い、ね、こうやってもう訴訟を起こす国なんだよ、あそこは。ちょっとでも何かすると、だからうちの、ね、子供たちが、な隣の子供がうちの前で滑ったとするでしょ、すぐ告訴されます。っていうのは、あんたその雪をきれいにか書いてないから、きれいにしてないから、うちの息子はそこで滑った。それでもちゃんと告訴するんですよ。面白いことに。うん、で、また今度は事故があるでしょ。事故があるときは警察が先に来ないで、弁護士が先に来るんです。うん、そのような国なんだ。もう個人的徹底してね。あんまり個人的は利己主義になっちゃ困るんだけどね。うん、そういう点があると。ただし、人のことは干渉しないことはいい。うん、で、人が何かあったときは助け合います。必ず。アメリカ人は助け合います。そういうことなんです。でその後に今度は、まあ、アメリカにいて、それで一生懸命私は自分で考えたんですよ。なぜ台湾っていう、台湾っていう果たして国なのか、誰のどこの付属なのかわからないのよ。それのそういう原因を一生懸命ね考えていた矢先に、林翔さん、林幹事長さんとの論文を見てびっくりしたわけ。なるほど、まだ台湾にはこの道があるとね、こうやって生きる道がまだあるっていうことを感じて、私はそこから台湾にあのアメリカから戻ってきて、林翔さんと一緒に会って自己紹介してね、あんたのこの良かったとね、それで一緒になってやり始めて、私もまたアメリカに帰って彼の論文をどんどん書いたんですよ、ね、それでみんなが多分そこでアメリカ人が目をつけたらしいんだ、その CIA かなんか知らんけど、うん、目をつけて私たちがこんな文を一生懸命出してるのは一体これどっから来たと思ってるらしいんで、そしたら今度は私たちに林翔さんの電話を教えてくれないとかって来たわけ、ね、私はこれスパイじゃないかなと思ってね、私の友達と陳さんと2人で相談して、果たしてこれを教えていいのかいけないのか、ね、そしたら今度はまた話が来て大丈夫だと、ね、こっちはあの政府に関係のある人だから教えてくれないかって言ったわけ。そこで教えたら、今度は本当に向こうから電話で林翔さんのところに電話したわけ。林翔さんはね、おかしい、いや日本語も話す、英語も話す、中国語も話す、台湾語も話す、これ一体誰なのか、お前身分はっきりせよと、そうしないと私は会わないということ返事したわけ。そしたら向こうが言うには、じゃあ誰それに会って聞いてろ、聞いてみたら分かると。でこっちで台湾独立連盟を一生懸命運動してた連中に会わせて、なるほどあの人は知ってると、やっぱり特務なんですよ、向こうの多分特務だと思います、うん、そこで話し合って、やれ私も帰ってきた時に、ね、じゃあどうしましょうかって、林さんがね、じゃあこの告訴すると、アメリカを、ね、告訴を起こすって言ったのね。ということは 何をやるかっていうと、台湾の人権保障、初めはね政府、国訴、連邦政府ですよ、連邦地裁を通じて、ね、アメリカ政府を告訴したわけ。そしたら今度はアメリカ政府が、いやこの国家っていうのは 何権があるの、免除権、免告訴されない、あれなんていうんですか、免除でしょ、うん、あれがあるからね、告訴は受け付けないって言ったわけ。ところが私たちはそれじゃないの、私たちは人権問題に関して告訴してるんだと。台湾人は一体どういう人権があるのか、全然ないでしょ。それをもって、それと台湾の一体、台湾のね地位は一体何なのかと、それを聞きたいがために告訴してますっていうことを出して、もうそこでもう攻防戦よ、もう3年間続いてやっと受け付けた、うん、あの司法部の方がこれ受理するからって言って仕方なしにやったわけ。それで2年間か3年間続いて、やっとそのさっき言いましたでしょ、その判決文が出たわけ。一つは日本、台湾人は無国籍、二つ目は台湾人は国際的に承認された政府がないと、ね、第三は台湾人は政治連国の中で生活していると、ね、同情に値するっていうのが出ました、うん、
その後に、その後に、私たちが台湾民政府を立ち上げたんです。2008年の2月2日に台湾民政府を立ち上げました。それと同時に100何カ国に全部通告してます。で、今度は私たちが、じゃあ私たち向こう席一体どうしてくれるんだ、私たちのこの何、その戦時連合国の中でこうやって生活してるのはどうしてくれるんですかってアメリカさんに言うたら、じゃああんたたちの民政、台湾政府をワシントン DC に事務所の設置に同意してくれました。私も行きました。アメリカに行くから、いるから、それで一緒にみんな台湾の人と一緒にそこでオフィスを設置しました。その後に、それは2010年ね、2010年の7月8日、7月4日、7月4日っていうのは向こうの国慶記念日です。アメリカの国慶記念日。わざわざその日を選んで、そこに台湾民政を設置せよっていう通知が来て、私たちはそこを設置しました。その同年の9月8日、9月8日に祝賀会開きました。祝賀会っていうのは式の、ホテルっていうのはフォーシーズンホテル、それ有名なね、ホテルで、そこでやって180名のその参加者来ました。全部その中には CIA とか国防部とか 国務院ね、それから国家安全局、それからもう一つは司法部の、全部来られました、祝賀会に。でアメリカ人が約100名で、私たちが80名ぐらいで、随分盛大にやりました。そういう経験、そういう 実績があるのに、台湾人まだ目覚めないんですよ、ね、嘘だって言うわけね。で初めのうちは私たちはね、リーダーがいないから、リンさんはじゃあ李登輝先生にリーダーになってもらいたいと。本当はこの論述というのは李登輝先生がそのリンさんに話したんですよ。一体ね、あんたはね、リンさんは名古屋の名城大学を出ましたね、それの国際戦争法のその部のそれ勉強してきた。なぜそれ勉強してきたかというと、彼が言うにはそれで博士を取るのは早いからって、それを勉強したの。それでその際これを使うとは今まで思わなかったと、ね、でそれを何、このリンさんはもともと大陸行って塾を作ったんですよ。向こうに民主化させようと思って、簡単な頭でね、台湾での中国大陸の人民を民主化させようと思って、向こうで学校を開いたんですよ、ね、それで幼稚園から大学までやりました。それをやったのはで、まあ、国賓みたいに扱われたっていうのは、中国っていうのはね、とにかく中国大陸に投資してくれるならばもう国賓扱いです、ね、金を持ってくるんだから。で当時は国賓扱いにして、それでいろいろいくつかの学校を作りましたけれども、その時にどんどんその学校がもういい成績取る人が多いの、大学に全部入るの、すぐパッと入っちゃうのね。そこからそこでね、みんな人気があって、その学校がもうボロ儲けでね、どん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 儲けてるわけ。それに目をつけて、今度は中国の高幹部のやつ、これ目をつけて、これね、儲けるあれだから、もうお金儲けるところなんだから、よし、じゃあこの人突き放そうと思って、リンさん追放しようと思ったんですよ、ね、そして変なその何ですか、その変な借用書を作ってね、でリンさん突きつけて、300万200万の人民兵ね、お前この借用書あるだろ、これ金返せって言った。リンさんよくおかしいじゃないですか、こんなのやったことないのに、私金儲かってるの、なんで人からお金借りなくちゃいけないんですかって歌うわけね。そしたらね、いや社会平和のためにこれくらいの話出しなさいと言われたの。面白いでしょ本当にね、呆れてしまうぐらいね、ね、社会の平和のためにこれくらいの金いいから、本当のこと言うと上から下までつながってるんですよ、ね、上から下までその会員たちは、でその絞り取ろうと思ってるお金を、で後になって2回も3回もやられて、これは困るとしてね、逃げ出そうと思ったわけ。もうここにいたら必ず死んじゃうから、いつかはね、そして軟禁されてて、2人のちゃんと2人 その保護者がいて、そこでずっと見てたわけですよ、ね、この1人が出て何か買い物すると、1人はちゃんと監視してるわけ、逃げないように、ね、ある日もうどうしようもないから、ね、これ以上いると必ず死んじゃうから、で1人が出た後に今度はお金こっそり2万ドルぐらい懐置いてたわけ、逃げるその投用の費用として。
で、もう一人にこれ緊急だからね、お前これ早くちょっとなんか買ってきてくれ、ここで待ってるからってね、 お金余計渡したから、みんなお金多くなると出るわけよ。で、出ちゃったその隙にすぐ逃げ出した。逃げるのも大変だったんですよ。あの人が逃げたのは3000キロぐらいの道を、うん、船に乗ってタクシーに変えてみたり、あれに変えていく。それでやっとあの上海に着いてね。で、上海に着いてから今度はほれ一流ホテルに泊まったのよ。面白いこと、これは聞いた話なんだけど一流ホテルに泊まったっていうのは、江沢民が住んでるとこ、一番高級地帯のとこ泊まれたわけ。そしたらすぐ身分が分かるじゃないね、そこに泊まれば。そんな今度はその何酒場行って女の子一人買収してね、あんたの名前であの予約してくれないかと、ホテルで。そこで予約して、しかし俺が入るんだからあんたが入るんじゃないとね。そこで約束してお金渡して、こっそりそこで何日か泊まったわけ。んそれから今度はあのアモ行った。アモ行ってからその船借りたわけ。船を借りて金門まで行く。金門だったら台湾が管轄してるでしょね、金門とマソ、うん、だからそのそこにいて重いから今度は船に乗り換えて、ね、そこもね、船っていうのはね、その普通のあれじゃないイカダみたいなあの船借りたんですよ、うんね、それで途中で降ろされて、ね、途中で降ろされたと真っ暗なんですよ、ね、海でしょ、浅瀬のとここれ以上行けないと、行ったら今度はスパイって言ってアベコミ捕まえられるか、ここで降りてくださいって言って、その子降りて、降りた時真っ暗でね、さてどうしようか、携帯電話持ってるけれども、で、あの弟さんにこうやって電話して、ね、今ここにいるんだけど何とかして助けてくれと、ね、そしてそれを今度は金門の人の人脈があるから金門の人に頼んで、ね、何とかして助けてくれと、あの弟がそのなんか途中でもうみんなあそこ魚雷いっぱいなのよ、ちょっとでも踏んで損なったらもう死んじゃうから、ね、そこにいて、それでその時に初めて自分で考えたのは、なんで私は今まで3000枚も来てさ、ね、ここに来てここで死ななきゃならないのかとね、と考えて神様に祈ったわけ、ね、今度台湾に帰ったらもう絶対台湾のために尽くしますから、一生台湾のために尽くしますから、なんとか神様お願いですから助けてくださいって言った途端に上にねギラ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 星が出てきた、うん、だから自分夢見てるのかってつねったんだけども、いや夢は見てない、おかしい、ギラ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 星が出て、いろんなあの色のね。それで後になって思ったのが、これはやっぱり228のその英霊たちの守ってくれてると、そういうふうに今感じ、ね、そういうふうに解釈してるわけ。っていうのは本当に出た時に向こうからライトが来て、止まれ動くなって言われたわけ、金門の方から、ね、だからそれでやっと助けてもらってその台湾に帰ってきました。だから今まで彼は何も商売していません、もう台湾のために必死です、うん、でそこの その時に私がまああのリンさんと知り合いになったのは、彼が言うには、これは李登輝さんがね、俺にこれを研究してくれと言われたから、ね、っていうのは帰ってきた時にね、李登輝さんとか謝り行ったのよ、あんたの言うこと聞かなかったんで、ね、大陸行ってこんなお金損してきたと、ね、謝ったの、それテレビに出てました、私も見ました。だからそれで彼が、あんたはあの国際法を勉強してるんだから、じゃあ、ね、この研究したら 見たらどうかと、台湾一体どういう地位にあるのかとね、それでそれを研究してきたんですよね。で、分かった後になってから、なんか李登輝さんが冷淡になりだした、うん、そういうことを私に話したんですよね。で、そういう話だから、俺おかしいじゃない、そんなことあるはずがないとね。でもあなた林さんの話は本当なのかと、こっちの話は本当なのかと思ったんで、私はね、李登輝先生に手紙書いた、ね、そのアメリカから手紙書いて、それであるその側近の人に手渡して、絶対その手に渡してくださいってね、彼本人の手に渡してくださいと。でないとね、行ってもどっか捨てられちゃうんですよ、必ず手紙は届きません、うん、だから必ず渡してくださいって言って、私は日本語の手紙出して、で出した後に向こうから電話が来て、あ、確かに渡しましたって言うから、じゃあ私は帰ってみますと、帰ってきてね、で今度は秘書のところ電話して、うん、会いたいと、あの李登輝先生に会いたいって言った。李登輝先生のこの秘書がね、お前何者かと、いや何者も何もないから、とにかく私の名前言ってくださいと、ね、その手紙渡してますから、その手紙に関して話がしたいからということで、ね、本当は確認しに行くわけよ、果たしてあんた本当にそのリンさんにそのこの地位を研究してこいって言ったのか本当かどうか、もう一つはあんたはなぜ分かっていながらこんな冷淡になったのか、それは知りたいわけで私言ったわけ、ね、ほいで行くときに
このまま長たらしくておかしいけど、うん、行く時に電話して、うん、私あの秘書がね、うん、ちょっと聞いてみると、あんた何者か知らないから聞いてみてから返事しますって言って、それで翌日にはすぐ電話来て、じゃあ8月の3日の朝の10時に来いと、うん、だから私はよかったと思って行ってね、ただし私一人で行くと証拠にならないから、私の友達を連れてね、一人証人として一緒にいたわけ、うん、そしたらちゃんと玄関で待ってくれて、うん、で入ってきて、 あんたの手紙読みましたと、ね、早速本題に入りましょうと、あいいですよ、もちろん本題が一番大事なんだから、うん、それでそこで話し合って、私は聞いたわけ、先生あの本当にこの件はあのそのこの台湾の地位を研究せよと言ったのはあの李先生ですかって聞いたら、うん、そうだよって言ってね、まあこれは確認した、だったらはね、だから先生あの果たして分かりますか、その後のね、その訴訟を起こしてるとかこういうこと分かりますかって言ったら、いや訴訟してるのは分かるけど、そのあれは分からないとね、どういう状況になってるかは分からないとね、でもおかしい、ディーンさんがちゃんといつもちゃんと通知してるんですよ、本も上げて通知書もどこまで進んでるかということも毎月出してるのに、なんで分からないんですかっていうのは、側近が全部捨ててるの、側近はやっぱりほら中華民国国民党やらね、台湾独立派とかあの連中が側近がいて、それでもう知らせたくないことは全部捨てちゃってる、ね、だから私が言うのは、じゃあ私の分かる範囲内でね、あお話ししますって言って、だいたいどこまで進んでるかを話したわけ、しかしね私が言うてもはっきりしないから、じゃ あ, あの林修さん読んだらどうですかって聞いたら、あいいよ読んでこいと、ね、それでたあのリトキトモの学校で、ね、リトキの学校ってありますよね、うん、そこでも講演してもらうから早く読んでこいって言ったの、私嬉しくなっちゃって、これは良かったと思ってリーダーが出てきたからね、で帰ってきてすぐに林さん話したんですよね、早く会いに行けと、ね、で私はそのままアメリカ帰っちゃった、ね、そしたら2日後に今度は林さんが電話して、会わせないというわけ、会わせないというのはその秘書のところ行って、ね、会いに行くって言ったらね、林翔さんっていう名前聞いただけで、いやダメですって言って断られた、ね、だからねおかしいなと思ってさ、林さん私に電話来たわけよ、約束していながらなんで会わないのって言ったからね、私もう頭に来ちゃってね、アメリカから直接もうリトキさんとか電話したんですよ、うん、ね、そしたらそのガードマンがいるでしょ、うん、いや忙しいから会いませんって言われ、うん、いや忙しくても会います、私はアメリカから電話してるんですから、の2分間でいいから絶対会わせてくださいって言ったのね、私しぶしぶ出てきてさ、ごめんなさいね李先生、あの、まあ、あのアメリカから電話してごめんなさい、ね、実は重要なことをお聞きしたいんですが、どういうことだっていうことは、ね、李先生あんた約束してくれたじゃないですか、林翔さんと会うということを、ね、なぜ会わせないんですかっていう、ね、なぜその秘書が会わせないんですか、どういう原因なんですか、調べてくださいって、そんなことあるのかって来た、ね、そんなことなければ私はわざわざアメリカから電話しません、ね、確実にそういうことがあるから絶対であの調べてくださいって、よし分かった人、2日後にはちゃんと会いに行きました、リンさんが会いに行きました、うん、だから李登輝さんね、私に対してはね圧力をかける人間だって言いふらすんですよ、私が一番彼は圧力かけるってわけね、ほんでみんなの前で言いましたよ、あの誰あの司法部の部長のあの前でもね、世の中で一番圧力をかけるのはね2人いると、誰かって言ったらね、まず中国の胡錦涛、第二番目がアメリカに住んでる後継って、びっくりしちゃって、何よあんな人と比べてくれるなって、うん、私はそれからもうじゃんもう李登輝の悪口ばっか書いてます、本当だって、それでね台湾いや日本にいるその日本李登輝友の会ってありますよね、日本にもう一つはあの台湾独立連盟ね、この2つの組織がまずこの臨床の組織を全体反対してるんです、邪魔してるまた、うん、でね私はアメリカから行って台湾独立派の人と一緒にあの、まあ、会談したんですよね、ということはあんたたち 4,50 年もね一生懸命頑張ってるのになぜ台湾はまだ独立できないんですか、一体どういう原因なのか、なんで考えないんですかって言ったら、いやまだ頑張ってますよって、うん、だったらねこういう道があるんだけどみんなで検討しませんかって私言うたわけ、そしたら本当にみんな集まってきたんだけどね、5、6人全部集まる台湾独立派のその元老たち全部集まってきた、そこで私が言うたわけ、ね、こういう論述があるんだけどみんなで研究しませんかって言ってね、臨床の名前言ったら、あ今日の会議は終わり、そういうふうに言ったの、あの人はペテン師だって言うわけよ、ね、
林翔さんをペテンしてるわけよ。詐欺師だと、これ嘘ばっかり言ってると。だから日本人っていうのはね、もう台湾の情報はね、ただ離島のところと台湾独立派のところからしか入らないの、情報は、うん、みんなが私たちが言うてること、真実なことを絶対全部封鎖しちゃう、うん、そこが私嫌なんだな、うん、いつでもそうですよ。だから私は盛んにじゃん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 ね、離島記者の、まあ、悪口って言ったらおかしいけどもね、なんていうの、あの人間違った点を私指摘してどんどん出してるんですよ、うん、そしたら今度は離島記友の会の理事長たちが全部集まってね、この後継へいっていう人間はね消滅させろって言ったわけ、ね、だからどういう考えで私に対抗するんですか。じゃあ理論的にじゃあ話してくださいって待ってるんだけど、いまだに反発する理論がないの、ね、一歩も受け取ってませんまだ、まあ、そういう経歴がありまして、それで今度は私ももうそろそろね、うん、もう頑張ってきたんですよ。みんなに詐欺師と言われよう何言われようは関係なしにやってきました。必ずこの人のあれは合ってると思って、でも事実は私もアメリカ行ってちゃんとアメリカさんからも話が来てるんだから、実際にね事務所もあるでしょ、実際にその祝賀会も開いてくれたでしょ。なぜみんな嘘だと言うんだろう。こんなこと嘘言えないでしょ、おかしいんだよ。だからねこの台湾のこの連中ね、自分の既得利権を守るためにね反発してるのかと私は考えますけど、うん、そういうことがあってから今度はまあだん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 もうなんていうの、アメリカさんの方からね、じゃあ早く行政員を訓練せよって言って今必死なんで、毎週ね200名ぐらいいます、うん、行政員がいないと、いざアメリカ軍が入ってきた時点で受け入れ体制をちゃんときちっとしないと大変な動乱が起こるから、うん、だからしっかりやれと。だから私たち州もちゃんと6州も出来上がって、その州の州長も決まって、まだそのオフィスも全部大体揃いました今の時点で。でアメリカがだね、今台北の近郊の内湖っていうところに2万坪の敷地を借りてるんですよ、借用してます。そのね本当はね AIT っていうのは、まあ、アメリカの領事館みたいなもんでね、国交がないから領事館大使館じゃなくてね領事館みたいなもんだけども、なんでその 4,50 名しかいない職員になんで2万坪必要なの、おかしいと思わない。そこにはね800名のアメリカ海兵隊の宿舎を建てられてる、もうすでに建ってます、ね、それはどこから来るかと思いますか。普天間で追われたその連中が来ます。何も言わないけど、その兵隊が今度は台湾に駐在します。すごいですよ、2万坪ってね、もう4年間私たちが国葬してから建てたんだから、それも99年プラス99年で半永久的、だから普天間と同じなのよ。普天間だって99年プラス99年でしょ。佐藤首相がニクソンとあれした時、約束した時に、その佐藤首相がなんか99年プラス99年のその何密書ですか、それを家に置いたらしいでね。だから鳩山首相が上がった時に追い出すって言った時に、それを見せて鳩山さんが降りたんです。約束していながらなんでこんなこと言うんですか。そうでしょ。だからここも3つあるの。アジアにはね、いや全世界に3つだけアメリカの基地で99年プラス99年っていう場所は3つ、キューバの1つに基地があるでしょ。そこも独立させたのはアメリカなんだから、そこに基地がある。あれは99プラス99だから永久って言えばいいのも。それで普天間、その次は台湾の3つしかありません。そのだから台湾のが一番大きいから、台湾はやがてねこのアジア地区のその軍事中心部になります、アメリカの、うん、そういうふうに言ってます。もうただもうその馬政権は隠してるだけ、ひた隠しに一生懸命隠してるだけ、そういうことなんですよ。だからもうやがてね、うん、で私が日本に行ってもほとんどの人はね、この状況知らないんで、話してもちんぷんかんぷん、本当なの、これ一体本当なのっていうわけ。そして全部離島機の話、向こうからの情報しか受け入れない、うん、だから本当にこれもなんていうかな、シナ人が後ろにいるからどうしようもないのね、うん、国民党とそれから中国の共産党とグルになってるか、今仲良くなってるからもう、そういうことなんです。ですから皆さんにこのお招きしたのは、やっぱり皆さんにねこれを分かっていただきたいので、台湾の地位に関することを分かっていただきたいので、で
台湾がなぜなぜその日本の領土かっていうこのいきさつはですね、下関条約をご存知ですよね。1895年その下関条約で大清の皇帝がその日本天皇に割譲したわけで、日本天皇って天皇とか皇帝のいるその国は二元制度なのね。皇帝と政府2つです、ね、アメリカみたいに1つだけじゃないの、ね、だからイギリスも同じように女王と政府がありますよね、うん、それと同じようにここも2つあるんで、ですからその割譲したのはもう天皇のものであって国民のものでもなければ日本政府のものでもありません、ね、で割譲した後にさっき林先生がおっしゃったように公民化してそれからみんなにその改正名やらね国語課程やらそんなの一応教えて、それからその4月、ま、負けるその4月ちょうど4月1日ですよね、うん、本当賢かったですよね、まあ、これは天皇様 そのお考えか知らないけれども、ね、その終戦前に台湾を植民地からその日本の領地に変えたっていうことは非常に良かったです。だからそれを失わないでいいわけ。この台湾っていう国は活用できないから、ね、もう高度になってるから、国土になってるから、もう絶対活用はできません。だからサンフランシスコ条約の中では、ね、日本政府、あの時はもう日本政府、その、日本国憲法が作られたのは1947年ですか？日本憲法、このマッカサーが作ったのは1947年、そうでしょ。もうすでに、もう、ね、日本政府になっても、その天皇の発言権はなくなりました。話せないか。だからその講和条約を締結したと調印したときはアメリカ日本政府であって天皇じゃありません、うん、だから日本としては台湾をね放棄するっていうことは言えないんですよ、ね、だからその管轄権だけを放棄した。管轄権と処分権と主張権それを放棄しただけであってその日本の領土主権っていうのはまた天皇様が握ってます、うん、それをねもうなんていうかな、そのにアメリカってずるいからな、何でもねもう曖昧模糊にしてさみんな分からせないように書き方するから、でそれ良かったことにリンさんが一生懸命研究してこれ全部暴き出したわけ。だから暴き出す本当は100年騙すつもりなのがなんと60年で暴き出されたもんだかも仕方ないから、じゃああんたたちの言う通りにこれから司法部の方から国務省の方に命令して原告の言う通りにこれから協力してあげなさいっていうあれ判決が出たんです。それでトントン拍子でここまで来ました、うん、だから台湾今ねもう中華民国は今もう逃亡の準備してるわけ。一生懸命汚職してお金かき集めてで逃亡の準備してるわけ、うん、みんな分かってますよ。これの台湾政府が出来上がっていること分かってます。しかし取り締まりはできません。後ろにアメリカさんいますので、うん、だからもうじきです。遅くて2年ですね、うん、この台湾民政府が失政します。中華民国に代わって、うん、ですか。でもね台湾問題を解決するにはやっぱり日本天皇がアメリカが言うには台湾問題は大東亜戦争後のその産物であってね、これを解決するにはやっぱり日本とアメリカと台湾人が一緒になって解決しなければいけないことだと。それで私たちに早くその日本行って皆さんをその日本国民の人、ね、によく伝えてくれということで、私たちは台湾人靖国神社参拝とか、ね、そして皇居の、ね、祝賀、ね、誕生日のお祝いの祝賀会、うん、それに行きました。それでも日本のメディアは一時も報道しません。なぜなんでしょう ね一時も報道しないですよ。それだけ堂々とやりましたのに、去年はちゃんと何長谷川さんがね先頭に立って、ね、いろいろやってくれたんですよね。 NHK の前でもぐるぐるぐる回ったのに、なんで一時まで報道しないんでしょうね。何を怖がってんだろう。中国を怖がってるの、うん、分からないけど。だからこれからも頑張りますので皆さんのご協力をあれお願いしますので、皆さんね、まあ、お帰りになったらみんなにこれお伝えください。よろしくお願いします。何かご質問あります？はい。今の話に関係してるんですけど、去年4月来た時になかった海兵隊の方がですね、
政府のちゃんとした意思の表明と考えてよろしいですか。いや、アメリカ政府じゃなくて今はね、アメリカの国防部の方が優先です。国を守るから政府の一部なんだけども、今アメリカのね、行政院っていうか国務院の方はね、私たちに対してあまり親切じゃないです、うん、で今 国防省の方が私たちを支持してくれます、うん、だからその肩をくれたということは、やがて海兵隊が入りますということ、もうじき入りますからっていうこと。だから As you wish って言ってるでしょ。ありますよ。今でもずっとあります。 5カ所あります。でそれは何やってます現在。現在、現在はその基地を守ってて、いざ誰かが占領するって。ただ要するに、日本よりもそういうとこあるんですよ。空港とかね、いざ展開するための準備、そういう展開するための拠点を確保してるってことですか。そうそうそう。だって今占領されてるで、占領地ですよ。全部変えたいですか。全部変えたい、空軍も来てるかな、来てるかな、でね、今そういうことで、今中華民国の軍隊は全部解体されています。その後からこれ来た時からっていうのは、なんで解体に入ったかっていうと、私たちが考えてるのは、林さんが考えてるのは、中華民国はテロ組織と同じじゃないですかね。っていうのは、なぜテロ組織と同じかっていうと、アメリカさんが言うそのテロ組織の定義っていうのは何ですか。第一、国がない。いや、国がないこと第一でしょ。第二には武器を持ってるでしょ。ビンラディンの同じようにね。第二は武器を持ってる。国がないくせに武器持ってるね。そして第三は各地で徴兵してる。これは全部違法なんですよね。それをビンラディンはでテロ組織でしょ。だから我々がね、日本、アメリカに対して、なんでアメリカはテロ組織を援助してるのかって告訴したんで、まだ別個にね。アメリカはびっくりしたわけ。じゃあ分かった、これから解体しますって。そのロゴ全部取っちゃって、アメリカのほれ、あの白日があるでしょ、中華民国が、あれでも消しちゃった、もうね、消しちゃって、今度は徴兵制度をなくした。もう来年から徴兵しませんね。それで武器も売らなくなった。武器も売ってないもんね。あんた一生懸命武器売ってるの、なんだ武器売って、台湾人が税金で払ってるんですよね。こんな不公平なことないでしょ。だからそれで告訴したがために、アメリカが、分かった、じゃあこうしましょうってやりたい。今の質問に関連してですね、日本が負けたとき、8月15日、それから台湾、蒋介石軍が、委託投資で入ってくる、この2ヶ月の間は、米軍はどのくらい入ってきた。あの時はね、入ってないな、まだ。だってまあ、何人かは入ってましたよね。どれだけかは分かりませんけども、もう占領地に入ってるんだけど、自分で占領しないからね。アメリカはもう日本本土の4島だけ占領することになってたんですよ、ね。それでここはもう手が届かないからということで、まだ回路宣言っていうのがあって、本当は回路宣言っていうのはあれじゃない、条約じゃないんですよね。それは必要でよ。そんなの当てにならない。だけど5カ所、今5カ所あるっていうのはね、もう前からあるの。もう当時はじめはね、すぐじゃない。そうそう、すぐだよ。っていうのすぐですよ。っていうのはアメリカ。それは僕の朝の詳しいところで僕が答えました。はい、あ、どうぞ。あれはね、最初にですね、8月15日に日本がポツダム宣言を自殺しまして、天皇陛下の、いわゆる終戦の朝食が出された直後にですね、まず9月に、日本は直接マッターバラの部長ですね、アメリカが登場します。同時にアメリカはですね、連合国、いわゆるその今の常任理事国といってるソ連というのがありますね。その中で日本と直接戦ったのはアメリカと当時の中華民国だけなんですが、その中華民国の、ね、イギリス、いや、あのね、これはね、征服した。それでね、ほぼ9月ぐらいなんですけど、8月終わると同時にですね、台湾の占領を中華民国軍隊に委ねて、すぐに入ります。紹介しますが入ります。それは10月入ります。それでですね、その後ね、アメリカ軍がなんで入ってきたかと言いますとね、国境内戦に敗れて、台湾の蒋介石本人たちが
万弱が台湾に逃げ込んでくるんだ。それを中朝の軍隊が守るためにアメリカが入る。そっからアメリカが入る。だから軍、だから軍艦も全部アメリカの軍艦で彼らを呼んでした。で、私たちはちょうどその時がね、女学校3年、ね、終戦後の。みんなにね、歓迎に行かせたわけ。ね、それで2日間待ってやっと出てきた。なんとこれ小敷みたいな軍隊でしょ。びっくりしちゃってね、これで勝ったの、これで果たして日本軍に勝ったの、おかしいなと思って、変なもの担いでみたりね、舞台は牛もあるんですよ。舞台はなんか向こうで担いできてさ、子供連れて草履みたいな変なもの履いてさ、草履かなんかわけもない。なんてわらじ。わらじ。わらじ、本当わらじなの。それはこちら台湾が宣伝でやってるんじゃなくて、逃げてきた草履たちである中華民国の国民党と言ってる人たちがそれ流してる、本当にいるのは。で、これ一回はね、ただ国民記念館はぜひ行った方がいい。孫文のというより、そのビデオが見られるから、今言ったことが本当だという。それにね、びっくりしたんですよね。台湾もやっぱりわざとあんな兵隊を送ったのは怖いからよ。日本がまた怖いから。何かやられるからね、こんなバカ者を先に殺されて、そういうつもりだったわけ。だから、キールンで降りた時にね、日本兵がまだいたから。日本兵がきちっとこうやって2列並んでね、立ってるのを見たら怖くて降りれないんだって。だからアメリカ軍がおけつを叩いて、降りろって初めて降りた。でないと怖いのまた、ね、それでその時はもう来た時はね、びっくりしたのよね。台湾こんなに発達してるとは思わなかったと。だからいくらバカかっていうと、これ蛇口があるでしょ。なんでそこから水が出るのか分からないの、ね、それで金属屋行ってさ、買ってきて壁にくっつこんでさ、なぜ水が出ないのって文句言うわけ。そんな人間もいたかった。本当にバカなんだから、でそんな人たちに私たちが投じされてるのよね、一流が三流に投じされてきたんだから、おかしいでしょ。で、また今なんでそのアメリカがそんな権力があるかっていうと、サンフランシスコ条約の第23条の A に、ね、アメリカは、この大東亜戦争ね、征服したのは、日本を征服したのはアメリカ一国。ね、他の国って入ってませんよ。イギリスもシナ人も入ってません。ね、アメリカ一国で戦ったんだから。ね、だからアメリカは主要、主なるその占領建国ということになってるから、いろんなことは全部アメリカがちゃんと処分することができるわけだから、この台湾もアメリカ処分する。でもしも台湾がね、良くなった、正常化した場合、台湾の地位が正常化した場合には、こっから北方領土の四島も取れますね、竹島も取れます、そして新南諸島ね、南沙とか東沙とかありますよね、そこも全部取れる。戻ることは男の方じゃない、若い子たち。皆さん方はね、日本が昭和16年の12月8日から昭和23日、8月15日、我々が戦争をね、僕らはその右とかって言われる国政は大東亜戦争という名前を使うんだけども、教科書では太平洋戦争と習わったと思う。なんで太平洋戦争というかって、これすごく大事なことなんです。今、江さんが言われたことを補足しますね。太平洋で日本が戦ったのはアメリカだけなんです。つまり太平洋戦争というのはアメリカ側のネーミングなんです。ではアメリカ側のネーミングがなぜ当たり前に通用するかというと、実は勝った連合国と言われる国家が、いくつありますけども、その代表権を持ったのがアメリカだから、だからアメリカがつけた太平洋戦争がいわゆる世界的なメジャーネームになったということです。そして、ボツダム、
ボツダム宣言で制限された日本の国土っていうと4つだけ、ね、北海道でしょ、本州でしょ、四国、九州、これだけなの。あと他は全部占領されてるの。竹島、韓国でしょ、北方領土はロシアでしょ、で台湾はほれ中華民国でしょ。だからみんなそれぞれこの共産党にこうやってされてるわけよ。まあ竹島は別個なんだけど、うんね、だからそれで結局は日本政府と台湾のこの民政府とは違います。日本の今のその何、日本政府はそのマッカサーの憲法の下の日本政府、マッカサーが作った憲法の下の日本政府。台湾にはその占領されてもね、中華民国に占領されても昔のその総督府のその体制というのはまだ残ってます、うん、そして廃止もされていません、ね、だから私たちはまだ天皇陛下のお言葉があればちゃんと私は復帰でいるんですよ。も前のその大日本帝国っていう臣民になれるわけで、皆さんは悪いけど残念ながらもう日本国憲法の下になってるから、日本人今の、その4島大きい島に住んでる日本人の方は日本国民であって、私たちは日本臣民なんです。こっちは悪いけどちょっと一上なんですけどそういうことで、今度はだから、今度はまあ冗談でディーンさん話してるんですけど、8月15日に今度靖国神社参拝に行きますよね。で日本の今度日本政府の閣議員が行く場合、それで私たちの閣議員も行きますね。その時にどっちが前に立つのかっていうことで話し合ってるんですけどもね。ね、日本国天皇の臣民の方が多いじゃないですか。だから私たちが前に行って皆さん後ろになる、そういうふうに言ってるんですけども、多分日本政府としては反対するでしょう。だったらその場合は一緒に入りましょうそういうことね、面白いでしょ。で安倍さんのところ話してください。で安倍さんは今になってもまだはっきり言わないでしょ、いつその参拝するかって。ただ行きます行きますだけで行かないじゃないですか。うん、引っ張られて大丈夫じゃないですか、うん、いやはっきり言えばいいのよ、いつ行きます、それがどうしたの。私は15日に行きます。自分の祖先のそのあれを祭ってるところに行くのどこが悪いんですか、国家主ですよ、ね、何がでもよ、引っ張られても引っ張られないようにそのかしっかり、そうですよ、そうですよ、そういうことよ、私もそう思いますよ。ダメよそんな気持ちじゃ。そうだよ、そうだよ。だからね、よく私たち言葉があるんだけど、柔らかい土は深く掘られるっていう あれがある名言というのはね、あるでしょ。だから弱ければなお突っ込むっていうのはシナジーなのよ、ね、あんたがね強気であればね絶対来ませんよ。私もこれ私の経験済みなんだけど、うん、私も北京行ってね、その何リャオイタイのあのホテルも泊まりました。国賓として扱われて行きました向こう。その時も平気だもん、私平気で話すから、うん、これを話すとまたちょっとストーリーになっちゃうんで面白いけどね、うん、やっつけましたよ本当で。私もね本当はやられたんですよね、まあ、ちょっとこれまだ時間ありますか、何時まで、3時、面白い話しますけどね、私はやられたのがあるんですよね昔ね。っていうのはうちの主人が台湾大学卒の土木系ね、それが台湾、市政府の中の公務局でもう一歩で公務局長に入る手前、その時に何が起こったっていうと、たまたま蒋介石が死ぬ前なんだね。それで自分その時蒋介石の副総統っていうのが陳誠でしょ、ね、陳誠っていう名前、ね、ところが蒋介石はこの陳誠に与えたくなくて自分の息子にやろうと思った、蒋介石、ね、蒋介石を自分のその後継ぎにしようと思ったわけ、うん、そして今度はねその時たまたまうちの主人がその陳誠の下なんだよ、ね、でこっちは大通だから大使でしょ、ね、蒋介石の方は、ね、だからこっちのこっちに寄ってなかったんでこっちだったんだよ、ね、そしたらね今度は目つけてさ、国民党入るって言っても入らないのうちの主人は、
ね、国民党に入らないわけよ、党員にならない、ね、なんでこいつはダメだとね、これこの台湾のね、このインテリ階級の人を上に引っ張ったら大変なことになるしってね、押さえつけようと思ったわけ、ね、それでそれがたまたま私が妊娠、まあ、4番目の子妊娠してるとき2ヶ月間かな、あの時30歳、ね、いきなりねうちの主人が消えてなくなったんです。蒸発しちゃって、うん、どこ行って探してもありません、誰もいない、どこ誰も知らないっていうのよ。でたまたまいいあの職員の同僚の人にちょっと聞いてみたら、いやある日ね誰かが来てねコーヒー飲みに行きましょうって連れ去ったわけ、ね、ところがどこ行ったかみんな分からない、ね、分からない、大変なんだよこれ、なんていうの、生活に関わるじゃないですか、ね、4人の子供抱えて3人の子供お城お腹の中でしょ、どうやって生活してるの、ね、そのサラリーで食べてるんだから。で私はあちこちこうって聞きに行ったんだけども、ある日突然特務が来たわけ、ね、特務がいつもは私中山北路に住んでたから、そのそばでこうやってあの何そば売ってるそば屋さんがあるでしょ、あれ全部特務なんだよ、知らなかったけど、うん、その人たちのある一人がいつも私の家に来て調子ずっと見てるの、私の動作を、ね、である日入ってきて、え、あんたの主人助ける方法ありますよって来たわけ、ね、じゃあどういうこと、どうやって助けるんですかって言ったの、ね、彼曰くね、いや活動金がいるから活動する、ほれちょっとほれ賄賂でまた助けるわけよ、ね、だってどこ行ったか分かんないでしょ、ね、大丈夫だからこっちは助けてあげるかって来たわけ、よし分かった、じゃあちょっとお金がかかるって言うわけ、ね、活動のその金額いくらかって聞いたらね、あべこべにあんたいくら持ってますかって来たわけで、私はサラリーマンでしょ、このサラリーで生活してるの何があるの、だから嫁入りの時にいくらかはへそくりがありますけど、その分なんでしたらって言ったらね、向こうがじゃあいくらあるんだって、あの時正直だから、日本教育だから何でも正直でしょ、嘘言わないもん、うん、あの時の1万円だったら1万大きいんですよすごくね、だからまあ1000円2000円ぐらい残して8000円を渡したわけね、大丈夫ですかって、うん、やってみる、ちょっと足りないけどねやってみましょうって言って持っていっちゃったんだよ、領収書もなしだよあんなのね、バカだからね、その時正直もんだから、あ、じゃあ早く出てこないと困るのよ、第一ね、4人の子供抱えたらどうやって生活するのよと思ってたわけ、そしたら今度は行って1週間後に来たわけ、うん、あ、どうでしたかって聞いたらね、いや頭振ってね、ちょっとまだ足りないんだよね、これじゃあどうなるのって言ったら、あと2人いるんだからこれの3倍になるわけ、何言ってるんですかって私聞いたわけね、あんたよ私を殺してもお金ありませんよって言ったの、彼曰くちゃんと調査済み、あんたのね里内はちゃんとお金あるから取り行きなさい、こんな風に来たわけ、なんでそこまで調査してるんだよっていうのは、私の里内はねレンガ工場やってるからね、だからお金持ってると思ってるの、ところが本当は実はその年にうちの父親が騙されて人のほれ保証人になってね何百万か損しちゃったのよ、で頭抱えてた時なのよ、でないといつも援助してもらってるの私、お金がないとね里内持って言って援助してもらえるわけ、そしたらね取り行けてもありません、そんなのありませんって言ったの、うん、いやなかったらあんた出られないよって言ったの、私その時腹据えてさ、分かったじゃあいいからね、出さない、殺してもいいからもういいよ、私は死ぬつもりでいますって言ったのね、そんなことやったらちょっと考えなさいよ、また時間あるんだからって来るからね、どうぞお帰りなさいって言ってね、私その夜に手紙書いた、手紙書いた、赤字で書いた、赤字っていうのはゼシオだって知らなかったんだよねそれで赤字で書いてね、下手くそな中国文で書いたわけよ、ね、私はねあんたは私を殺してもね絶対お金はありませんとね、ただしある日ね、あそこはあの紹介席がいつもあのハイヤー乗ってほれその尻に行くでしょ、自分の手に行くあの道なんだよ、私はそのそばなんだから、ある日ね、ある女が3人の子供連れてそこに体当たりしたのは私ですとね、だからよくあれしてくださいと、本当は死ぬ気だった、本当にあの時死ぬ気だったね、すごい、うん、自分でも今ながらねすごかったと思うの、絶対ねあの時3人の子供をそこ体当たりしたのは私ですからよく考えてください、翌日だったらね来たんだよ、うちの家来てひれ伏せ謝った、私にもうそんなことは絶対やってくれんな、これだけはやってくれんなって言ったわけ、
ね、そこで私はよし、ある日私必ず復讐しますということをね、もうこの何ていうの、犬死にはもうしたくない、絶対ね、このシナ人に対しては復讐するつもりで心決めたわけ。ん？それでこの世になったわけ。でもそのお金は返してもらえなかったよ、結局は。でいつ出てきたかというと、4ヶ月後にあるキールンの方、台北でしょ、台北で連れられ去ったのが、なんでキールンの方で起訴しちゃったの。起訴っていうのは、私のハスバンドがね、誰か商売人に対して賄賂を取ろうと言った、その罪実はないのよ。最後に2年間はあれ何、勝訴で無罪なの、無罪になったけど、うん、でミスミスその牢屋に2年半入られた、2年半入っちゃった。その時私大変でしたよ、うん、3人の子供抱えてね、うん、で最後の子供を産んだ時はもうすぐ死ぬ前だったの、腹膜炎を起こして、もう一歩で医者がね、あんたもう一歩で死ぬとこだと。だからよく死なないんだよね、私っていうのは。強いというか、ね、運の強い人かなんか知らんけど、なかなか死なないのよ。交通事故にあっても死なないの。傷一つもないの、うん。私も自分でね、アメリカで一応こうやって運転してた時に、女の子がさ、アメリカの女の子が、一生懸命私の前に入ろうとしたわけ。ね、だから何やってるの、まあ、距離が少ないの、なんで入るのかと思ってさ、ね、入らせなかったんだけども、一生懸命こうやって寄ってくるから、じゃあ後ろにあれして、それで入らした途端に急ストップ、私を体当たりしちゃったので、もうめちゃめちゃだよ、ね、そのエアバッグも飛び出してさ、ね、前のあの車にめちゃめちゃな。そしたらあの人びっくりしちゃってね、もう何、警察は来るし、救急車は来るし、もう全部来たわけよね。それで入って、もうその何、向こうはもう人が死ぬっていうのは一番あれなの、一番重要なことでね、私に入ってね、こんな年だからね、一生懸命頭ひねったり、やらしてみたり、ここに座って触ってみたり、大丈夫かとね、今昼ですか夜ですかって聞いてみたらね、私ボケたと思ってさ、ね、脳震盪でも起こしたんじゃないかと言うてね、今昼って来るわけね。それでいろいろしてくると頭痛くもないしね、それぐらついてもいないしね、ここも痛く、どこもか、ただこのハンドルの時、ここがちょっと出血した、内出血、それだけ、ね、だから医者行けって言うのは、私行かないって言ったの、医者には行きませんって言った。なぜ行かないんですか、こんな危ないのに、ね、この体当たりしても何かあるから必ず行きなさい、私行かないって言った、ね、家庭の医者がいますから、それにしよう、じゃあサインしてください、サインしてやった、行かない、いまだに何も病気ないもん、何ともない、ね、いつもこの死に損ないのあれで死なないんだよね、案外、うん、あれが強いのかな命が、そういうこともあって、まあ、変な横道それましたけどね変な話ばかりやっててさ面白い話がまだいっぱいあるのよ、本当は。何、中国行った時のあれもっと面白い話、うん、中国行った時なんで行ったかというと、その刻印店があるでしょ、魚釣り飯店ってあるでしょ、北京に刻印の旅館ホテル最高ですよ、あれ13棟あるのよ、13棟。それがたまたま1989年かな、うん、ちょうど天安門事件が発生したその日、その年よ、ね、あるニューヨークのその頭取から私に話が来て、そこを現代化したいんだけどね、日本人探してくれないかって来たわけ、ね、あ、じゃあそうやるのって言ったの、うん、私は日本人にちょっと頼んだわけ、そしたら案外に2人ぐらいね、うん、いやね、まあ、ちょっとあれ興味があるって言ってね、じゃあ一緒に行きましょうって言ったわけね、でアメリカから飛んでいったわけ。北京のあの時の状態って言ったらね、北京の今の北京のね、空港っていうのは日本人が出したお金でしょ、日本人が建てたんですよ、そこは、うん、当時私が行った時は天安門事件が発生したその年の10月だから、真っ暗なんだ、街灯もないし何もないの、うん、それで誰か日本人がこうやってお金出して建設してくれるのを待ってるわけ、みんな。あの時はあれから20年でしょ、発達したのは。これから20何年だもんね、すごいですよ、みんなね、台湾のお金と日本のお金を投資して初めてこの経済が上がったんです、うん、それを感謝しないのよね、アメリカ、あの中国人っていうのは。でそこに行った時にたまたま私にね、13棟あるんだから、チャンチンっていうのは毛沢東の奥さんでしょ、あれも1棟あるわけで、私は第3棟のところ泊まらせてもらって、それで話しに行ったわ。もうもともとそのあれな、もう作ってるのね、そのなんちゅうの、その模型はね、
ほでは日本人と話してじゃあどうしますかということで、お金は出すもちろん日本人ね、技術も日本人ね、そしてその設計やら何やら全部日本人で、中国人はただほれ工賃とかほれセメントとか砂利とかあんなものしか出さないわけよね。そこで話してさ、じゃあどうしましょう、まあ、話は割り 51% 49% っていう条件のもとで話をつけてね、さて日本人が言うにはじゃあ何を担保にしてくれますかって言い出したので、中国人ってね、この外交のね、こんな貿易やら何やらのあれ全然ないから、経験がないから何もわからないのよね、うん、一生懸命考えて何を担保にするって考えてるわけ、ね、そして話したの、あなたたち何を恐れてるんですか、ここの中は全部これね、無法の何その骨董品がいっぱいあるのよ中にね、骨董品があっていうのはそれもう お金で勘定できないようなものばっかりだからね、こんなにものがたくさんある、こんな骨董品があるの何あんた恐れてるんですかって来たわけ。日本人喜んじゃってね、じゃあ万が一何かあったらばね、これ持ち出せますかって来たらね、向こうなんちゅったと、いや持ち出せます、何よバカみたいなこと、それ聞いただけで私はもうやめなさいって言ったの、これやったらもう完全にね、あれさ、もう詐欺だからね、もう騙されてね、全部取られちゃうからやめなさいって言ったの。そこでやめた、入ったら大変なことになる、これやってしまえば大変なことになっちゃう、わからないのよ。あの時ね、外交面のその投資とかね、こんなこと全然ね常識がないのよ。であんな変なこと言ってるからね、あ、やめた方がいいって言ったの。それでその後に私万里の長城は行って、それからあのベタイ法というあの秘書地に行ってね、そこはまた面白いね。タクシー一台呼んで700人民元ね、往復で向こうで一泊して帰ってくるから700円、 OK 分かったね。で雇って今度はタクシー行くじゃない、道ではねタクシーがないからみんな見るわけよ、なんでこのタクシー走ってるかとね。で途中で降ろされたっていうのは、公安の警察があの丸い椅子があるでしょ、道の真ん中に座ってるわけよ、で待ってるわけよね。私はね、車が行ってね、タクシーだから呼んで降りろと、うんちゃん呼んで行ってさね、長いこと話してるから、これ分かって、国民党と同じだからね、賄賂取ろうと思ってるの。ただ聞いたのはね、後ろに乗ってるのは誰かって言ったらね、いや台湾に、台湾人は、まあ、アメリカに住んで台湾人だって言ったわけよ。これじゃカナダでお金持ってるからね、いくらか奪い取ろうと思ったんでしょ。で私は勝手にせえ、あんたたちのことは勝手に話しとけって言ったらね、自分から15分間話してから頭フリフリ来たわけ。私分かってるから、いくら取られたのって聞いたら200ドル、200元ね。で700円の時200元取られたじゃない、500元しか残らないわけよ。それでも走らなくちゃいけないから、そうでしょだからそう言って、で翌日帰る時になんとね、門のところにさ、また2台の警察の車がそこで止まってるわけ。これじゃ大変だと思ったよ、やっぱり呼ばれたのよね、これじゃ大変だ、また一人一人200取られたらあんた100円しか残らないじゃんね。ほで降りて話して40分ぐらい話した何を話してきたかというと、出教書を出してる、出教というのは出るわけよね、入教じゃなくて出教のこと、あれなんていうのそうだよね、出教のことね、証明出せっていうの、ここに泊まったら証明出せっていうの。だから入れたからには出られるのは当たり前じゃないね。それを無理やりね、お金で奪い取ろうと思ってたわけ。かわいそうに30分も話してたのよね。で私がね、一作練ったわけよ、考えて、かわいそうだから、よし私が行くじゃ、友達が行くな行くな、もう勝手にさえ、もうあの人たちのことなんだからね、余計変なことが発生する、よくないから行くなって言った。いや大丈夫、私行くってね。でまあ公安先生って、まあ丁寧にお辞儀してさね、警察でしょ、公安先生どうも、私たちはね、あのテアウィタイっていうのは大釣りホテルに泊まってるんです。ビクッとしたの、私の顔見てビクッとしたの、本当かって言ってね、うんちゃんに聞いたら、あ本当だよ。で私がね、いやあの今ね、高幹部の方と今あの経済援助のことについて今話しに来たんですけれどもね、これ嘘つ、今度私は嘘ついて、今晩の6時にね広東まで行きますので、それに間に合うかどうかわからないけれども、それをあんた責任を取ってくれるならばね、今晩いつまで待ってもいいから、明日まで話してもいいから待ってますって言った。途端に顔色変えた、どうぞ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 、怖いんだやっぱり上からね、私は上の高官人だって、では一体あのピンクマンに泊まってるっていうことは国民以外いないもんね。それでびっくりして、うんちゃんに本当かって確認して、あ本当ですよって言ったから
ね、で私は今晩ね、あんたたちの交換部の人と経済部の誰それと一緒に行くんだから、ね、今晩のその飛行機で講習行きますので、それに間に合わなかった場合あんたは責任取りますかって言ったわけ。びっくりしちゃって、もうカイロマサ早く行きなさい行きなさい、もうおみちゃんが私にペコペコ頭下げてたよかったよかった。それで私はその後ろのね、その全部その番号をか写し取ってね、そしてホテルに行った時にね、その館長さんを渡したわけ。この人たち邪魔されたから、あんたたち取り締まりするかしないか勝手なんだけど渡しますって。こういうふうに向こうが悪ければこっちはね、なおさら悪くやらないと向こう目覚めないから、絶対シナ人っていうのは。だから日本人が今ペコペコでしょ、何言われたら、あ分かりました分かりました、謝ってまだお金払って何よ、バカバカしいな。強く出たらね、向こう引っ込むのよ必ず。だからそれを予想して「ぬんとおちむく」っていうのは、柔らかい土は深く掘られてしまうということ、私たちはいつも言ってること。だからいいやんファンやっていうのがあるんでね、牙でもって牙で返せっていうわけよ。 やっつけないとね、いい気になるから、中国人っていうのは。もう何度もこういう経験がありました私は、ね、だから日本、アメリカにいた時もね、中国人がよく言うね、台湾こっちのもん何言ってんだよ、証拠出せちゃったら黙っちゃうんだいつも台湾は俺のもんだっていうわけ。ほんとおかしいですよこれ。だから皆さんもね、台湾のこの正常地になるまでにはやっぱり日本人の方のその援助っていうか協力がなければ難しいからね、お願いします。ただだから皆さんがみんなそう、あ、この何、この法理論術を分かってくだされば議員さんも分かってくるから、で議員さんが今度はアメリカの議員の方に話しに行って、そしたらこの世論が立ち上がってすぐ解決つきます。だから日本のその今占領されている領土も全部取り返しすることができます。だからみんな頑張ってください、お願いしますね。ゆきその時にですね、俺声が大きいからいらないよ。その時にね、何君言ってんのと、当たり前じゃないかと軽く言われた人がいます。一人だけ。それは参議院議員で弁護士の丸山和也さんだった。で、先年ですね、12月20日に220名の方が台湾から来られて、議員会館の前で集会をやった。で、その時にですね、丸山和也先生に、まあそういうことで、実はそういう主張をしている台湾民政府という、まあ、組織があるんですが、まあ220名の方が日本に、見えますと。で、議員会館の前で集会をやって、領土議連の会長の山谷恵里子議員のところに陳情にみんなで来ますと。何時に来るのということで、まあ靖国神社、午前中靖国神社での慰霊祭があって、で一応予定は1時半ということで、言ってたもんですから1時半にということを言いましたら、丸山和也参議院議員が自ら議員会館の前に来ました。で、長谷川君、何時、1時半です、ちょっと早いね、じゃあその時間にもう一回来るよと言って本人が来てくれました。ただ靖国神社の方雨だったとか、あとマスコミの取材や何かもあったために、ちょっと時間がですね、予定の時間がずれてしまって、丸山議員と直接会うと、まあ、いうことができなかったんですけれども、まあ、私がそういう話をしたときに、丸山和也さんはさすがにその国際弁護士という肩書きを持っている人だけにですね、私が説明しようと思ったら、ね、君何言ってんの、当たり前じゃないかと軽く一蹴されました。まあ、私の、接触した中では、この丸山和也さんがもう理屈抜きでよくわかってますね。ですから、まあ、皆さん方がこう勉強会、講演会とか、まあ、やられている仲間がやっておられるわけだけれども、極力丸山和也さん、この台湾の問題についてはね、丸山和也さんを引っ張り出すということを考えられたらいいかなと思います。ちょっと余計なこと言ってしまいましたけど。はい、分かりました。何かご質問あります？現実
大丈夫大丈夫、私も声が大きい方ですから。台湾を実効支配している中華民国あるいはマー政権、これは、どのように、まあ、承知していると思うんですよね、いろいろ、はい、でどのように反応をこの組織に対してしているのか、それから現実にその台湾を実効して支配している中華民国のその台湾統治の正当性を彼らはどう説明をしてるんでしょうか。それで説明しません、しませんね、うん、それは今台湾政府民政府がまだ勢力が小さいんで、これがどん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 大きくなってきたら、いずれ、まあ脅威に感じると思うんです、彼ら。いやもう脅威感じてます。そうすると準備してます、はい、まあ、あのやられたら逃げるでしょうけど、まず抑えるんじゃないですか。いや抑えません。ただね、抑える、何を抑える、私たちのこと。そうそうそう、抑えません、絶対抑え、抑えるんじゃないかと思うんですけども、それに どのように対抗しようとしてるかっていうのが私の質問です。はいはい、それはですね、今165っていう電話をかければこのはなんていうの、反逆罪じゃなくて、そうか、反逆罪、詐欺師のね、その取り締まりっていう あれ電話があるんです、165をかけていけば、ね、そこによくかけていく人がいるんですよね。一体台湾民政府は詐欺集団ですかって聞くわけ、ね、それ内政部ですよ、今中華民国の内政部の中のこれね。 そしたら向こう曰くはっきり言わないのね。ただね、いや台湾民政府はね富豪の組織ではありません、こうやって返事します。富豪じゃない、富豪法じゃない、非合法ね、うん、組織だ。ただね、合法であるということは言わないの、うんうん、ただこの台湾政府っていうのは非合法組織ではありません、はっきり言ってる。ちょっと日本人の私が答えを出すというのもおかしいんですけどね、ちょっと民政府の側と見解は違うかもしれませんがね、実はそのアメリカ政府がですね、まあ、承認する形で今 ID カードの発行を民政府がやってます。実はね、これ非常に大事なことなんですがね、ちょっと国の名前は忘れました。何年前になりますかね、アフリカだったか中東だったかのですね、やっぱりその国がちょうど、まあ、今の台湾と同じような状態だ。で、実はそこでですね、その政府ね、その正式政府ではないこの民政府シビルガバメントがいわゆる ID 発行の、まあ、要するにその業務をやっていったんですね。で、そのね、人口のね、あの時何パーセントだったかな、 6% だったか 7% をその発行して超えた時にね、アメリカ政府がそれを正当合法政府として認めたっていう過去があるんですね。で、実はその今私が得ているいろんな人たちのその情報の中でですね、台湾民政府が台湾住民の 6% ぐらいの住民が ID カード発行事務をやった時には正式にそれを合法政府として認めるんじゃないかという話が私の耳に聞こえているんです。つまりアメリカ、なぜかというと今ね、今はまだ国際法上は、いわゆる連合国の軍事占領下にあるわけですから、その権限、最高権限行使国はアメリカですから。だからアメリカがそれを台湾民政府を通して発行された ID カード数が人口の 6% ないし 7% ぐらいを超えたときは正式に認めるんじゃないかという要するに専門家たちのね、そういう話は耳にしてます。今のね、41万っていう感情はですね、41万ねっていうことになってるんですよ。それに達すればいいということになってるんですけども、これはどういう計算かと言いますと、当時中華民国が入ってで台湾に入ってきて占領した時は台湾の人口は600万、その時に入ってきたその公務員たるやる人は1000人だけ、だからその比率で今勘定してるんです、ね、
だから今は2300万でしょ。2300万なんだけども、本当の中国人は300万取っちゃうわけ。ね、300万取っちゃう。そしてまた私は台湾人でもあり中国人でもあるっていう考え方考える人も1000万人取っちゃうわけ。ね、そしてそのあと1000万人の場合は、例えば選挙のこと、選挙で決めるんだから、うん、その中では選挙権のないのは子供がいるでしょ。それも取っちゃって、そしてまたどっかの例ですよ、どっかの国の例を入れて何パーセントまですればそれで OK だと、うん、そういう感情なのよ。私ははっきり言うのリンさんは分かるけどね、うん、そういう感情で41万っていうことになったわけ、うん。大丈夫です。今ね、とにかく私たちのね、宣伝車がね、あちこち回ってますよ。ね、そこに書いてある台湾民政でしょ、中華民国追放するとか、なんとか書いてますよね、その宣伝車が。それも民進党から買ったんですよ、6代。ね、民進党から。うん、それはもうあちこちのあれ回ってこうやって宣伝してます。それを警察局が見たときに、取り締まるんですよね。ちょっと入ってこいと。なんでこれ書いてるんですか。お前のはその何そのライセンス、ドライバーライセンス出せと。そしたらみんなはね、出すのはその ID カー、今アメリカから送ってきたそのあれを出すわけ。これ違うじゃないか。そしたら返事するわけ。当たり前違うじゃないか、ね、あんたの政府、あんたの中華民国政府と台湾政府はまるっきり違うんだから、そういうわけ。それでもそれで連れられて中入るわけ。いろいろなんか聞くわけね。それで今度は上の人に聞くわけ、高官の方にね、電話で。でも向こうからでは話せと、解放せず帰らせろと、こういうあれが口が来るんです。もうどうしようもないの、台湾の民政に対しては何も取り締まりできません。だからここに来る人も初めはちょっと心配してたのよね。これに勉強に来たらなんかやられそうだとかね、どっか捕まえられて牢屋にぶち込まれるんじゃないとかっていうのは、228事件のその恐怖的な心理がまだ残ってるんでね、なるべくなら政治にタッチしないようにって、もう親から話しされてるわけ。だからみんなあんまり来ないわけね。ところが今もうどんどん広がって、あ大丈夫だということで、どんどん人間が増えてるんです。毎週200名越します、ここに訓練に来る人は。もう勢力が大きくなって活動が活発になってきたら、やっぱり抑え込むと抑えるそのあれがないの、資格がないのよ、その立場にないわけ。抑えるのはアメリカですよ、アメリカの軍事政府でしょ。アメリカの軍事政府が中華民国を代理にしてきたわけなんだから、馬さんはアメリカの言うこと絶対聞かなくちゃいけない。だからやがて帰らすときはヘリコプター呼んできて、うちのここヘリコプターの場所がありますから泊まるとかね。それで馬さんだったらどっかの基地に、アメリカの基地にね、満員機を連れて行ってヘリコプターで乗れと、そしてそのまま連れ去ったらそれで終わり。だから5分間って言ってたよ、アメリカさんは。うん、それを終結させるのは簡単だと、ね、それ心配するなと、ね、あんたたちの準備はできてるかと、まず私たちの準備できてるかって聞くわけ。だから今一生懸命ね、6州のところに州庁も全部作ったし、もうあるし、任命してるし、そしてその場所も全部今設置してるの、だいたいほとんど出来上がりました。そう、台中とか台南とか新しいの全部出来上がりました、うん。私はですね、まあ、国防関係といいますかね、はい、この地域の安全保障関係なんかを、うん、まあ、研究したり、いろんなところで会議してたりしてるんですけども、はいはい、今我々の一大関心は、今日、まあ、林首相さんが言われましたけど、中国の脅威怖いですかという質問がありましたよね。うん、
と、この中国の、まあ、ここを席巻するいい口実になると。彼らは、台湾の分離独立は許さないと、この時は武力侵攻すると言ってるわけですから、それとの、ね、絡みで、法理論的には主張されていることが正しいけども、その法理論を突き詰めようとしたら台湾としての弱点を生むんではないかという。台湾何が 弱点は何でしょう。弱点ですか。これは台湾として中国から見れば分離独立、いや関係ないんですよ、全然関係ないんですよ、あの中国とは。大きさいいですか。あの多分この中でね、まあ、やはりその日本でいうとこの台湾の独立という言葉で日本では言いますけど、多分あの私がこの中で顔を見たときに、ちょっと小さん待って、あのこれ日本の問題だと思う、台湾よりもね、あの多分ね、その活動に関しては私が一番これ長いかなと思うんだけどね、あのね、こういうことなんですね。あ、確かに今言われるようにね、中にそのあるとこういう、あの今言われたように、あの台湾の内部で一つのこう分裂的なものをやった場合に、片一方が本来の本拠地は大陸ですから、大陸の共産党政権と手を結んだときに、台湾にいわゆる中華人民共和国の言ってみれば軍事的な影響力の大きいプレゼンスができる、それは即日本への脅威だという考え方は確かにあるんですかね。現実的にはね、あのこういうことなんですね。私はまあこれちょっと民政府の人には申し訳ないんだけども、じゃあ台湾が主権国家になるためには何が一番現実的のかということをね、まあ、これは僕はね、国連の信託統治にまずすべきだと思ってるんです。どういうことかと言いますと、今は国際法上連合国、つまり国連の要するにあの連合国の軍事占領下にあるわけです。連合国イコール日本で言っている国連です。国連という組織はありませんよね。厳密には連合国ですよね。ユナイテッドネーションですからね。それが軍事占領しているんですから、軍事占領を信託統治に変えることは至って簡単です。その信託統治にした後に、台湾に住んでいる人たちの住民投票で政体を決めろということを言ったら、おそらく圧倒的に台湾民政府が主張しているような形にしかならざるを得ないというのがまず一つありますね。それもう一つはね、やっぱりその実はこれ前に SARS という病気が流行った時にですね、台北の駅や何かに台湾共和国として連合国に加入しましょうという横断幕がいっぱい貼られました。連合国とは日本でいう国連です、ね、というのは中華民国、僕らがこの持っているパスポートには中華民国という国名が入ったものがおられてますが、中華民国を名乗っている限り、台湾は国際社会から受け入れてもらえません。なぜならば、国連から昭和47年に追放されているんですから。で、それが現実的な国際社会とのコミットにおける問題を生んでくれば、いやでも台湾住民は中華民国というものを捨てなければならなくなる。自分たちの将来のためにね。そういうところに、そのアメリカと日本がきちっとしたコミットをすれば、それは日本にとっては中国の危機と中国からの脅威というものに対する現実が目の前に来るわけですから、きちっとしたコミットさえ日米ができれば、日米対ができれば、私は中国の脅威というものは基本的にどうであるという具合に、まあ、判断をしてますね。うん、台湾っていうと独立できないんですよ。どの国から独立するんですか、まず。まずどっから独立できます、皆さんお考えは。台湾はどっから独立します。建国できません。建国もできません。統一もできません。独立もできません。建国はまだまだ、それは天皇様のあれがなければ建国はできません。将来どうなるかっていうと、台湾はね、イギリスはね、イギリス、カナダはほれ連邦でしょ、法連ですか、ね、法連になってるでしょ、やっぱり国として できてるんだけど、台湾はできないそうです。っていうことは、台湾は将来どうなるかっていうと、日本国の、だから今、大日本帝国の下なんだから、ね、今の日本とは違います。ね、それの何になるかっていうと、特別
特別何行政区になります。特別行政区、それしかなりません。将来は。ただ香港みたいに香港は中国の特別区行政区と同じようにそういうふうになっちゃう。でね、これはね、なぜあの2つの写真があるかというと、私も行った時にこの2つの写真見ましたよね。これオバマ大統領と二重橋のあれ、その意味はもうアメリカちゃんと知ってるんですよ、ね、台湾はまだ日本天皇のものだということを、そしてアメリカが今占領中だということを皆さんにはっきり伝えたいわけよ。それでその2枚のあれくれたの、その写真を。なんか若い方、だって初めて聞いたんだからね、どっから質問しようもないでしょ何を質問していいかも分からないぐらいでしょ、今のところびっくりしちゃって。何か質問ありですか、若い方。おかしいと思う点、ここまで聞いて何かやっぱりおかしいところあるっていう点ありますか。でまたね、ここでね、ここで島民公民投票できないですよっていうのはアメリカさんちゃんと言ってるもん、うん、っていうことはあんた台湾の中には2種類の人物が住んでると、民族が一つは本当台湾人、一つは中国人、これでどうやって投票できますか、どっちにの話を聞けばいいんですか。だから投票は やらせません。アメリカとしては占領権があるから、お前何せってちゃんと言えるわけよ。まだなんかありますか、ないか。休みの時間はちょっと少し長くて、みんな若い人たちに今言ったことをゆっくり咀嚼し検討し、ね、時間をたくさん与えて、夜じっくりと若い人たちに話します。だから今台湾の地位っていうのは、本当の地位っていうのは、今やっぱりその 2枚の写真が言うようにね、日本天皇のね、領土であり、アメリカ軍が占領しているっていうことだけ。それを100年騙そうと思ったんですよ、アメリカとしては、ね、自分の国益のために曖昧にして台湾を駒にして中国との外交の交渉に使おうと思ってたわけ、ずっと、ね、しかしそう言って中国に取られるということはまずありえない、分かってる。だからここにちゃんと基地もちゃんと作ってるわけ。ここが大事なところでしょ。今日本と、ね、台湾、沖縄、台湾、フィリピン、これが一直線になってるんだから、この太平洋を防衛してるんだ、これでしょ。台湾が取られたらどうなります。もうダメですよね、もうそっち、何、日本まで取られちゃうんですよ。で今ね、アメリカ、今中国がその尖閣等でごちゃごちゃやってますよね、一生懸命何しようと。それ目的は本当は台湾取るためなの、尖閣じゃないの。でもその点は私はアメリカが賢いと思ってる。っていうことは、当時尖閣島というのは台湾の宜蘭島に属してたんですよ、ねね、それをね切り離したということ自体が私はアメリカ戦透明だと思う。っていうことはまず尖閣島が台湾にくっついていた場合よ、必ず中華民国取られます。尖閣島は馬政権がいるんだから、取られちゃったらもうそこに出る場所があるから、もうそこから、そこから今度は台湾を取ろうと思ってるわけ。だからアメリカちゃんと初めから分かってるから、それを切り離したわけよ、ね、沖縄の方をくっつけさせて。それとね、日本に移動するとですね、情報一つの事象に対する情報 の分析っていうのが、ね、だいたい甘いのと逆なんです。前にまず英中政権ができた時にアメリカがですね、戦闘機を台湾に売らないと決意したんですね。その時日本はね、アメリカが中国を気兼ねしたってこうみんなに書いた。そうじゃなくて、台湾に売ったら最新鋭の戦闘機の技術が馬政権から全部中国に、そう、全部中国行っちゃうもん。だから最新のね、その武器は売りません、絶対。すぐ真似ちゃって、すぐ向こうへ。だってここでね、向こうに逃亡してる将軍たくさんいるんだもん。空軍やら陸軍やら全部行ってますよ、もう今。それで盗み取っていくわけ。ちゃんと注意してますよ、アメリカは。絶対ね、台湾を守りますから大丈夫ですよ。
今はただね、日本人が目覚めてくれるのを待ってるだけ。だったらそこ建てて何するの。800人入れるその宿舎ちゃうのも出来上がってるんです。地下はね、3か4かな、地下。そこでタンクが走るそうです。直撃弾も大丈夫。そこ誰も見せないよ。だから外からは見えないの。外からはね、その地下全部見えません。もっと面白いこと、もっと面白いことね、Google でそのこのここのね、ここの地点を見ることできません、ね、いつ見ても雲がある。でみんながね、あ雲が出るじゃない、雲じゃない、やがてはねなくなるんだから待ちましょうって言ってね、3時間後行ってまた雲当たらないの。絶対ミサイル来ても分かんない。だからここをね攻撃しようと思ったらね、どっか松山かどっか行っちゃってるの。違う、見たら悪いよ。 Googleどこに上がるとは、いやいや、ここの敷地、ここの敷地に下駄っつったら全部やるでしょ。出た、いや、あの地図で見ました、マップで。いや、 Google のその Google でね、この地点あ回るのよ。だから上からは見られない、衛星から見られないってことや。絶対見られない。雲があるの、いつも雲。それアメリカがやってるわけ。だからここ攻撃しても当たらない。守ってくれてる。みんなが信じないけどさ、いつ開いても雲だ。いやいや、信じられないでしょ。いつ開い、今度。だから今自分でやってください。あのね、あの住所があるでしょ。住所は。うん、民進党が出来上がったこのストーリーも長いよ、うん、面白い。だから離島儀でね、罪だね、台湾人にとっては罪だよ。活動に時間と金を費やすであれば、結果に立てるところにコミットしてほしいと思ってるね、若い人に。1時半から3時半ということで、休み時間は、はい、休み、はいはいはい、ありがとうございました、皆様、はい、しばらく休んでください。お疲れでしょ。すいません、皆様起立。对不起，大家起立一下。敬一下礼。还有今天有一个，对不起大家，どうぞ座って、よろしくお願いします。どうぞ座ってください。